茹でたことうどんごとうどんごとうどん、または五島でのべうどんは、長崎県五島列島で生産しているうどん。細麺ながらも強い腰を持ち、椿油を塗って熟成するのが特徴である。長崎県を代表するうどんであり、さぬきうどん、稲庭うどんと並び、日本三大うどんの一つとされる。しかしながら、日本国内での認知度は十分でないとされ。 長崎県庁による認知向上の取り組みが続けられている。後藤うどんの起源には諸説あるが、そのうちの一つに、県東市から中国大陸の製法が伝えられたとする説がある。五島列島図中の青色の島々が、新上後島町九州の麺料理はラーメンが強い、人気を持つ一方で、うどんやそうめんも評価されている。その背景には、地理的に、 中国大陸の影響を受けやすかったことや、小麦生産の盛んな県が多いことがある。同じ北部九州の博多うどんは、太麺で柔らかいという特徴があるが、五島うどんは、対照的に細麺で弾力が強い。腰の強さを特徴とする一方、さぬきうどんほどの強い腰はないと評される。麺の太さは、直径2ミリメートルほどであり、一般的なうどんよりはそうめんに近い細丸型を、 している。椿油を生地に練り込んでいるため、菜麺でも伸びることなく、独特の食感を維持できる。基本的には、手作業で製麺する。五島うどんは乾麺であり、主に紙五島で生産される。なお下五島では、生麺のうどんが生産される。五島うどんの出汁には、五島近海で漁獲されるトビウオを焼いたものをよく使う。増田製麺の顎うどんは、顎の粉末を小麦粉に練り込んだ。 五島うどんである。五島列島は中国から日本にうどんが伝来した地と言われている。しかし、伝来の時期や過程には諸説ある。七世紀から九世紀に遣唐使が伝えた。鎌倉時代の原稿の折に捕虜となった兵士から、五島の船、先氏がうどん作りを学んだ。十五世紀中頃に中国の貿易商人が伝えた。江戸時代の原禄年間に、 江戸への酵素の往復に向かう時の保存食として、今度から学んだ。四国のうどん職人が後藤に来てうどん作りを伝えた。県東市が伝えたという説は、地下唐が日本と唐との公開ルート上にあること、中国総大から、現代の書物、許可必要事類全集にある唐菓子の製法と、後藤うどんの製法が、かかり巻きと呼ばれる手延べ製法で一致していることが、傍証となっている。 また2001年には、上後藤町教育長の吉村正則が、石膏小雲州市栄華県で、五島うどんと製法の似た、岩広しそうめんが作られていることを発見し、これが伝わった可能性があると示唆した。検当士が伝えた、作餅が時間をかけて、五島うどにへと変化していったという説もある。江戸時代には、各家庭で小麦を石薄で引いた小麦粉を加工業者へ持って行き、 うどんにしてもらう委託加工の形で食されてきた。この頃の五島うどんは自家消費用で観光総裁の時に供された。明治時代になると小麦粉が商品として流通するようになり、加工業者がこれを使って量産し、小売りも手掛けるようになった。当時の一般的な流通企画は一束一金であった。第二次世界大戦後は長崎県外にも五島うどんの名が知られるようになり、 需要が増大した。1980年代の流通規格は一束4 0 0ム長さは1 8 5トルであった。当時はまだ離島の隠れたうどんという認知のされ方であった。1984年には中小企業庁の地域小規模事業活性化推進事業の補助金を上五島町商工会が獲得し、青さを麺に練り込んだ五島うどんの新商品。 青さうどんを開発した。2004年3月、当時の有川町が、物販施設と後藤うどんの飲食店を併設した、後藤うどんの里を開設し、集客拠点として機能するようになった。この頃には、後藤出身者が、お裾分けの形で広めることで、九州での後藤うどんの知名度が向上し、後藤うどんメーカー12社が参加することで述べ、うどん同組合は、同年3月期に、 約2億円を売り上げ、イベントでの出張販売のみならず、スーパーマーケットなどの通常販路が開けていった。2005年3月には、長崎県後藤でのべうどん振興協議会がうどんメーカーらによって結成された。この組織は、これまで各メーカーの企業秘密であった小麦粉と塩の配合比率を教え合って統一ブランドとしての施策を、 測ったり、東京や大阪での商談会を開催したりするもので、地域の基幹産業であった漁業の衰退と、公共事業の減少を背景とした動きであった。さらに、五島うどんの製法で培った技術を活かして、パスタやちゃんぽん麺の開発もいった。2008年には、出荷額が10億円に達した。長崎県庁では、五島でのべうどんの認知拡大と売り上げ向上を、図っており、 電通九州を代理店として統一ブランド商品を展開した。その中で売り場に渦もれないデザインが心がけられ、主流、おもてなしうどんのキャッチコピーでポスターやポップ広告、レシピ本などを制作した。県庁では、五島うどんが日本三大うどんに数えられながらも、認知度では、さぬきうどんや稲庭うどんに劣ると考えており、 2015年にはジャパンエキスポやミラノ国際博覧会に出品するなどして日本国外との取引促進や日本国内での認知向上を続けていく方針である。2016年には新上後島町の地域おこし協力隊員が島で育てた小麦を使って五島うどんを作ることを目指して麦部を立ち上げ工作放棄地を利用した小麦栽培を開始した。五島うどんとは 本来、旧上後藤町で生産する船崎うどんと旧有川町で生産する有川うどんの総称である。両町は平成の大合併により新上後藤町となっており、同町の旧新王の目町域にも後藤うどんの製麺所がある。有川うどんは赤色の帯風が特徴である。五島でのべうどんの名称は西方が普及し流通が広がった1965年頃から、 使用されるようになった。後藤うどんと後藤でのべうどんはどちらも地域団体商標登録されており、後藤でのべうどん共同組合が商標権を有する。登録上の指定商品または指定 A キムは、前者が後藤さ産のうどんの麺、後者が後藤さ産の手のべうどんの麺である。登録番号は、前者が第507万9155号、後者が 第507万9156号。後藤うどんは、長崎県の手延べうどんの生産の中核を占める。材料は小麦粉、塩、椿油のみであり、小麦粉は日本国内産、塩は後藤灘から取れる海水塩を使用し、椿油は100%後藤産を利用する。長崎県庁によると、2015年時点の後藤うどんメーカーは29業者ある。 まず小麦粉を塩水と共に練り、これを寄りながら、細くしていき、室という木箱の中で熟成させる。この手延べ製法は、かかり巻きと呼ばれる。これをさらに寄りながら、細くし、綿棒で数回に分けて伸ばし、これを吊るし干しする。吊るし干しの工程に至るまでに20回以上生地を、伸ばす。後藤には、晩秋から春先にかけて冷たく乾燥した、北西風が吹き下ろし、これが、 うどんの乾燥に適している。乾燥させる際に椿油を塗りながら麺を伸ばす。椿は五島の山に自生しており、椿の実を絞って油を抽出する。椿油は腰を保ち、酸化しにくい麺を作るのに役立っている。通常のうどんは2日かけて製造するが、本場の本物認定品は乾燥工程を1日長くするため3日を要する。後藤うどんの店後藤では、 地獄炊きと呼ばれる方法で食べる。地獄炊きとは、ぐつぐつと煮立った鍋から直接うどんを取って食べるもので、煮えたぎる鍋が地獄の釜のようであることからその名がついた。腰の強さが特徴である、五島うどんならではの食べ方である。元は、漁師が戦場で食べていたと言われ、家族や友人と大鍋を囲んで食べることの家庭料理となっている。また、麺を、 鍋から取りやすいように専用の麺をすくう道具も工夫されている。五島うどんを出す店舗でも鍋のまま提供する店が多い。地獄炊きを味わえるうどん店は上五島に多く、福江島など下五島にはほとんどないとされる。漬け汁には生醤油、生醤油に生卵を加えたもの、あごで取った出汁を使う。溶き卵にかつおだしと醤油を加え、うどんの茹で汁で味を調整する。 漬け汁、キビナゴの煮干しを使った出汁もある。カキには地獄滝にせず、麺を冷やして、ザルうどんとして食べる。ありがとうございます。